か、これは聞かれますか。でも確かに家の中にいながらにしてこの感じはなかなか味わえない。言われてみれば気持ちよかったような気がします。僕がおすすめする絶対ハマっていただきたいのはこちらです。マジックです。このね、中野さんといえばものすごい複雑ありますけども、この件一つでございます。トリックね、トリックでもいろいろやられたんじゃないですか、いつか。そうですね、作品の中でいろんなカードマジックとかものを使ったり、空中浮遊的なものとかいろんなものに挑戦させてもらいましたけど。そうですよね、はい、今日そんな中野さん絶対ハマる新たなマジックを僕がプレゼントしようと。そうなんですよ、まあ、普通にこれバラバラになってるカードなんですね。いや、これを半分の山に分けます。これね、ちょっと覚えていただこうかな。これどっちですか、パッと感覚だけね。こっち、これね、相性を占うセットみたいなものなんですけど、なのでこれ、皆さんがこっち消したカード、僕もある、うん、で、これこっち、僕と全く同じことしてほしいんです。どうなの、どうなの、それをまた裏返しに差し込んでください。どうした、じゃあこれを前に引き出してね、で、ひっくり返します。これ全く同じことやってる。だからカードを送ってってもらうと1枚と、と、2枚裏返してるカードがありますよね。で、これさっきも言ったように相性占いのテストみたいなものなので、せーので開けるとすごく不思議なことがあります。いざ実食。すごいね。これすごいね。それいい、それいい。多分おにしきさんこれだ。お嬢。